きがい福島。青木祐介です。生まれも育ちもこの広野町なんですが、3年前に会津から広野町に帰ってきました。で、今はパソコン教室を営んでいます。私はパソコン教室で主に小中学生を対象にプログラミングを教えてるんですけども、やはり論理的に物事を考えられる力であったりとか、それからやっぱり自分の言葉で意見を述べられるって、これすごく大切だと思うし、そこからやっぱりコミュニティって広がっていくと思うので、そういった人材を育成していきたいな、共に学んでいきたいなっていう思いからパソコン教室をやっています。